こんにちは、辻岡です。電波人間続きやっていきましょう。さあ、ログインボーナスをもらって、なんと突然発表されました。びっくりですよ。なんとプチジュエルゲットが登場だ。ジュエルのかけらを落とすモンスターがたくさん出現するらしい。まあこれが来た時点で多分ね、ジュエルゲットの開催はかなり低くなるんじゃないでしょうか。これも24時間だけやって、あと残り、5回挑戦できると。ただし、証の報酬があるので、イベント6体キャラがいて、ジュエルが5個もらえて、出生だけも2個もらえる、スタミナチケットももらえて、福福券20枚もらえるというかなりいい感じです。でこの敵たちなんですけど、今までジュエルゲットって必ずジェモリを入れる、そしてブーストをかけてクリティカルアップとかね、逃がさないターンとか、入れていってましたけれども、今回はですね、敵が弱く、落とすのがジュエルのかけらをほぼほぼ落とすと、で逃げるのがプチジュエルの葉っていうキャラがいるんですけど、落とすのがジュエルじゃなくて、まあ、ジュエルのかけらを落とす、この子がね逃げるんですけれども、ちょっとね、アイテムブーストを使うのは割合的にどうなんだろうっていう、今ねちょっと考えてまして、ジュエルのかけらがね99個しか持てないので、一応ジュエルのかけらね、交換を今2個しかないので大丈夫ですけれども、これね、連続でいっちゃうとね、あのジュエルのかけらなんか溢れちゃうっていう注意が出るみたいなんで、そこは気をつけてください。パーティーはですね、証パーティーでいきましょう。でジュエル、プチジュエルの葉の対策として、オクトの鉢が固定8ダメージで、調教の鞭でね4体攻撃にして、たくさん倒すという感じでいきたいと思います。で、逃げてしまうね、プチジュエルの葉たちがいると思うんですけれども、倒せなくてね、ジュエルのかけらが落ちないのを考えるのと、ブーストで、逃がさない一旦を使うっていうのがちょっと割に合わないような気がするので、まずはこれでちょっと行ってみましょう。何もブーストも何もかけないで行ってみます。さあ、それではプチジュエルゲットを行ってみましょう。一番上にですね、レベル41以上の扉がありまして、こちらに黄金の鍵が一つあります。こちらが、まあ、ジュエルが1ジュエル必要なんですけど、まあ、こちらはもう特に初回は開けておきましょう。なんでかというと証があるからですね。でこういう敵がいまして、アイスブロックス、さあ、証ドロップ率はねプラス359%、ブーストかけなくてもね、このエルフで、めちゃめちゃいい感じにできましたということで、さあこちらはクリティカルを出さないとなかなか倒せない敵なんですけれどもね、こんな感じでここでクリティカルアップを、まあ、使うかどうかはそれぞれなんですけれども、なんと相手爆発するんですね。爆発して一応倒した扱いになると、ここら辺ちょっと難しいですけれども、これのために、逃げちゃうか、これで逃げちゃうのやっぱやばいな。クリティカルやっぱアップさせなきゃいけないような気もしますが、この子たちも逃げるんですね。ちょっと迷いますね。今ちょっとお試しな感じで今ノーアイテムで行ってみてるんですけれども、この一番奥はこれはゴーストではないですよね。表示はゴーストではないから HP は非常に高いと。でクリティカルを出せないとなかなか倒せないキャラになっていると思います。急所はつけました。どうしようかな。ブーストで逃がさないとかを出すかどうかを迷いますね。で今ようやくクリティカル出ましたけれども、これでジュエルのかけらが2つもらえると。でジュエルのかけらが2つ、どういうことこれジュエルのかけらかける2が2つ、かける2が1つとジュエルのかけらを2つ落とした、ということは重複してジュエルのかけらを出すのとジュエルのかけら2を出すっていうのがあるんだね。さらにアイスブロックの証をゲットということで、なるほど、逃がさない方がいいのかな。ちょっとクリティカルアップを装備でつけた方がいいかもしれないですね、これはね。まあ、クリティカルはポコポコは出ますけど、まあ、逃げられる損失を考えるとどうでしょうか。逃がさないターンが必要かどうかはちょっともうおのおのに考えてもらう感じですかね。僕的にはそんなにいらないと思ってます、正直。
ジュエルのかけらって10個で1ジュエル 0.1 ジュエルなんで、逃した場合に。でこの強い子たちの代わりの他のキャラたちもですね、同じくジュエルのかけらを落としてくれるんですね。まあその子たちも逃げるんですけれども、ちょっとも悩ましいですな。急所で倒せますから、ジュエルのかけらゲットということで、多分1ジュエルはね、ジュエルゲットみたいにもらえないんですよね多分。2つ逃げ出しちゃったと。ここを逃がさないターンを使うかどうかはもうおのおの次第です。僕はジュエルが1個ゲットできるんだったら絶対に逃がさないターンで入れるんですけれども、倒したところでジュエルのかけらね、えしかも証ももうゲットしちゃった。正直あんまりいらない気がします。さあジュエルのかけら、ちょっと待てよ、後ろの宝箱開けてごらん、必ずジュエルのかけらが出るよということで、宝箱もですねジュエルのかけらと。でもこの下の他の宝箱からは福引券とか黄金の鍵とか宝石とかジュエル小僧が出るということで、まずはジュエル小僧を出したいんですけれども、証のために。残念、出なかったということで、ジュエル1ジュエルを使ってこの感じでございます。だからジュエルのかけらは今4個で、あで他のキャラを倒してジュエルのかけらが何個か、ほぼほぼこう利益はない感じですね。でまず、11レベルの方の方行ってみましょう。さあここでレベル11のこの弱い子たちですね、怪盗キャット、この子たちも倒していきましょう。そういえばちょっとステルス、せっかくいるからステルス使いますか。ジュエルのかけらが4つということで、あの黄金の扉の向こうのあの硬かった敵でもとほぼ同じと、あ、ま、待って待ってね、同じでしょ。だからその黄金の鍵の向こうの先にいる敵のために逃がさないクリティカルを使うっていうのは、僕はねちょっとあんまり推奨したくないかな。そしてジェモリ、必ずねジュエルゲットでは入れてくださいって言ってたんですけれども、ジェモリも必要なしと、ほとんどジュエルのかけら出すんでね、ジュエルのかけらを出すので必要ないと思うんですが、このもう1回やるんですけど、そちらでも、ジュエル、ジェモリを使って今度行ってみたいと思います。でその差を見たいかなと。あと逃がさないターンもちょっと使ってみましょうか。逃がさない1ターンぐらいでなんかいい気もするんだけど。なので取り逃しのないようにキャラ、敵キャラは全員倒すようにしてください。この全然弱い子たちもちゃんとジュエルのかけらねもらえますんで、ジュエルのかけらは10個で1ジュエルなんでね、非常に美味しいでございます。こういうとこは美味しい。だからレベルの高い子たちだけかな、あんまりこうジュエルゲットよりだいぶ稼げなくなっちゃってるっていう。でこれがプチジュエルの歯ですね、さっき言ったジュエルのかけらしか落とさないと思っております。でこの子が HP 低いけど逃げたり硬かったりするので、さっきのですねオクトの足プラス4人のみたいに、全体的に 8ダメージ与えるやつっていうのが、効果的ではないかなと思っております。こんな感じでね、今8じゃでも倒せないのか、あとちょっとで倒せると思うんですけどね。こういう風に逃げちゃいますということで、ジュエルのかけらをゲットできました。ジュエルのかけらのために逃がさない1ターンをね使うかどうかはもうあなた次第ということでちょっと悩みますねこれはね。オクトの足の8はまあどんぐらいある、10ぐらいあるのかな多分 HP は。だから8でだいぶ削れるんだけどもね、なかなか。だからオクトの足とかね、固定ダメージないとちょっと3体とか、最大ですね多分6、7体ぐらい一気に出たりするんで、ちょっと倒すのがしんどくなるかなと思っております。さあ地味にね逃げて、今損失が多分ね、ジュエルのかけらが、6つ分ぐらい逃げられてなくなってるかな。逃がさないでも2ターンが1ジュエルなんですよね確かね。そう考えるとなかなか入れることによって
本当に得なのかっていう。なんかブーストゲットでめちゃめちゃ余っててっていうんだったら入れてもいいかもしれませんけども、こういう風にね結構出てくるんですよね、プチジュエルの貼って。はい、こんな感じで、まあ、オクトの足プラスね、調教の無知で4人攻撃になってるんで、ジュエルのかけらの2だから、最大でもまあジュエルのかけらの2がいっぱい落ちるという感じで、まあ次のジェモリ入れでちょっと試してみましょうかね。え、じゃあ人柱的にジェモリもちょっと入れてやってみましょう。どのぐらい変わるのかね。はい、こちらもジュエルのかけらと。で、敵はなるべく全部しっかり倒すという感じですね。はい、これで多分全部回ったかな。はい、まあ一応最終確認でぐるっと回りましょうか。ん？敵いましたね、右に。こういうお残しだけはねなくしましょう。ちょっとな、まだ残ってるな。一回ぐるっと回ったんですけど残ってますね。ほぼほぼね、多分、もう出るキャラたちはもうほぼほぼ決まってると思うんで、逃げられた損失、どうしようかなどんぐらい違うかはもう本当に次の、やつは逃がさないブーストも入れます。じゃあ入れてジェモリもやって、それでどんぐらい変わるかね。え、この逃げた子たちがどのぐらい積み重なってくるか、それでね、皆さんが判断してみてください。はい、ジェルのかけら、カエルシーフの証、ジェルの歯の証もまだ出てないですね。こんなもんでどうでしょう。やっぱ最終チェックでですね、もう1回くらいぐるっと2周回るイメージでいくといいと思います。こうね、もう忘れてたらやっぱりもったいないんでね、倒してるの。さあ、これでどのぐらい稼げたかというと、今ねノーアイテムでいきました。ノーアイテムで稼げたのが、46個ですね。ジュエルのかけらが46個、だから、上位アイテムの中にこうジュエルのかけらが2っていうのがあるという感じで、じゃあ次はジェモリーを入れて1ジュエル使う、そして黄金の鍵も開けるんで2ジュエル、そして逃がさないターンと、クリティカルアップも入れちゃいましょう。これでどのぐらい稼げるか次やってみたいと思います。はい、こんな感じでジュエル小僧がいるのかな。で、あとなんか、ネズミ戦士みたいなのがいますね。で、これゲットするとね、ジュエルが5個もらえたり、収出だけもらえるんで、こちらはもう積極的に狙っていきたいですね。5回で次がいつあるか分かんないんで、これ突発的に起こってるんでね、またジュエルゲットみたいにかなりレアになる可能性もあるということで、じゃあ次はジェモリを連れて行ってみましょう。ジェモリが1ジュエルなんでね、お宝を落とす確率 200% 上げるということで、それではよろしくお願いします、ジェモリさん。で、99個以上持てないって言ってるんで、多分ね、ドロップのとこに出てくると思うんだけど、一応ね、空にしておきましょう。はい、で、これでジュエルはノーアイテムでも4ジュエルもらえたと、まあ46、4.6 ジュエルもらえたと。すごいノーアイテムでですよ。はい、じゃあ次は行きましょう。だから1ジュエル黄金の鍵で使ってるんで、まあ、3.6 ジュエルもらえたという感じです。今回はジェモリとさらに、ブーストも使ってみます。まあ、ブーストはですね、弱いブーストでもう十分だと思います。こちら僕クリティカル 10% でいきますね。 10% 逃がさない1ターンもあるな、1ターンでいい気がする。逃がさない1ターンとクリティカル 10%、 まあこちら辺はね、持ってるやつを使うって感じでいいと思います。3ターンは正直もったいない気がする。これでいってみましょう。ブースト付きでございます。ブーストジェモル付きいってみましょう。さあ、どのぐらいいけるかな。今回クリティカルブースト入ってるので、この子たちも多分倒すのは楽になってるかと思われます。さあ、行ってみましょう。ラッキーダンス、これで結構もらえるんであれば、そうですね、ジェモリは採用になるが1ジュエルかかるんでね、
はい、クリティカルね 10% アップするだけでこういう風に綺麗にでいけますね。でジュエルのかけらが2個、ジュエルのかけらかける2が1個という感じで、多分ジュエルのかけらかける2の方が多くなる。それでジェモリは、とのあれだね、儲かるかどうかの調査になりますね。これはだからさっきの46以上ある、そうだね、2ジュエル分ぐらいかな、上であればもう全員連れて行った方がワンチャンいいかもしれない。もしかしたらレアアイテムドロップもあるかもしれないからね。よし、 OK。 さあジェモリ分いい働きをしますか。やっぱりねジュエルのかけらかける2が2回出てくるんで、さすがにこれは使った方がいいか、ジェモリ使った方が良くなってるか、全体のね結果を早く見たいですね。全部倒した後に。ただここでジュエル小僧とか出るんであればね、そこで1ジュエルとか多分ジュエル小僧だったら出ると思うんで、ジェル小僧出ないかな。ジェル小僧、ああスタミナチケット、なかなかジュエル小僧がちょっと難関かもしれないな。出た時にさらに証も出さないといけないから。よしナイス、いい感じ。ほい、ジュエルのかけらが2個が1回で1個で1個出ましたね。ここの子たちはさすがに出やすいと思うんですけど、そういうレアアイテム、他のこのレベル10の子たちがどうかって感じですよね。あとネズミ戦士が出てないな。うん、こういう風に逃げてきますから、たまに逃がさない1ターンでもあるといいが、でも普通だったらカジノのね逃がさない3ターンになりますかね。やっぱりお金が余ってたら、まあゴールドゲットでジュエルはもらえるから、ちょっと難しいとこですね本当に。またこれステルス使うの忘れてるわ僕、すいません。まあこのプチジュエルゲットとかは、まあ、逃がさない、1ターンがあれば1ターン、2ターンもあれば2ターン、余ってるアイテムで使う。でどうしようもなかったら、まあ、3ターン使ってもいい気もするんですけどね。これはちょっと全体をゲットしてから見ることにしましょう。スタミナチケット、なるべくね上位の敵の方から行くっていうのがいいかもしれませんね。ジェモリのあの回数制限があるんで、20以上いるんであれば。さあたくさん出ましたよ、4体ラッキーダンス。さてジェルのかけら2が 1個ですね。ジェモリ効果か分かりませんけれどもゲットできると。あ、言いましたね、豚。豚戦士前回すげえ、めちゃめちゃすごっ、カンダタみたい、めちゃめちゃいるやん、びっくり。こんぐらいいっぱい敵がいるのちょっとびっくりしたよね。でもこれは美味しいよな。すごい、これ結構期待できるのではないでしょうか。証も欲しいね。どうでしょう、ジュエルのかけら6、怪盗キャットの証、お、豚鼻戦士の証もゲットです。よしよし、さっきはなぜ豚鼻戦士出なかったんだろう、1個もね。えああいう豚鼻戦士プラス怪盗キャットでいっぱいゲットできるっていうのはこれは非常にいいですね。ジェルのかける3、豚鼻戦士の証は出やすいのかな。まあ証チャレンジするためにはその黄金の先にある3つの宝箱を開けるっていうのは結構重要な気がするんで、まずおお、またこれも結構出ましたね。ジュエルの二十歳がたくさんたくさん出てきましたけど、ああ奥との足の子が止められてしまった。これはなかなか厳しいかも。はい、ジュエルのかけらが3個と、ちょっとしょぼい結果でしたね。うん、ジェモリの効果どうだろうな、ちょっと悩ましいっすねこれ、本当にすごい悩ましい。スタミナチケット悩ましい
感じになっていると思われます。最後もう一回ぐるっと回って、このねおこぼれがお残しがないようにしないとね。スタミナチケットが結構出てきてるんで、今のところそこら辺は結構いいですね。大丈夫かな。さあこれでじゃあ結果どうでしょうか。さあさっきが46、さっきが46かけらでしたけども、今回がどうでしょう。逃がさない、クリティカルもつけました。ちょっと待って、これジェモリの効果はほぼないと言っていいですね。これはさっきが46ジュエルだったんで、ジェモリを使って52ジュエルだから、ジェモリは入れなくていいです。で逆に入れるのはに結構逃げたりするんで、逃げるイコール 0.1 ジュエル失うっていう感覚なので、逃がさない3ターンでいいですね。逃がさない3ターンと、そうですね、クリティカルももうお金があれば入れた方がいいかなという感じで、ジェモリは僕はもうやめときます。ジェモリはもうね、使いませんジェモリは使わなくていいということが分かりました。これでさあこれで、まあ、5ジュエル、あ6ぴったり6ジュエル 6ジュエルになった。やったー。ということでまあまあそこそこ今のはね、2ジュエル3ジュエル分ぐらい総合で使っちゃってたんで、プラス3ジュエルなんでね、何にもアイテム使わなかった時と変わんないですけど、僕的にはまあ精神的に逃がさない3ターンとクリティカル 30% アップを入れてもいいかなとは思いますけれども、どうでしょうね。普通にアイテムなしでも全然稼げると思うんで、そこら辺のね塩梅はまあ皆さんの判断でというところで、まあジェモリはいらないでしょう。ということで明石ねコンプも目指しつつね、なかなかあのジェル小僧が出ないで明石もなかなか出なかったら結構長引きそうですけど、でも総合でね、多分平均3ジェルぐらい全部でゲットできるんじゃないでしょうか。だから3後15ジェルぐらいゲットできると考えたら結構美味しいイベントだと思うんでね、皆さんぜひ精力的にやってみてください。ということで島来てアザストーマピー君ありがとう。さすがもう見に来てくれたんだね、すぐにね、すぐ僕の動画を見てくれてね、証で教えてくれたという感じでね、コメントの方もありがとうございました。島紹介をね定期的にやろうと思ってんで、またねあの島を作ったら教えてくださいませ。ということでよかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。そういえばレアキャッチを見てなかったあら可愛いなんか顔の子が多いね。可愛くないかもいた。はい、こんな感じで別に絶対取ろうみたいな子はいないですね。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。